だ。やだ、もうさっきより痛くなってきた。ねえ、このままだと感電死？そうか、分かりやすいヒントだな。え？お前が大活躍したあの事件だよ。次はベーカー3丁目、ベーカー3丁目に停まります。かわいい。あ、ちんちこれかわいくない？どうした？ちょ、違う、そばに違うんです。ちょっと、誰か、そばに近づかないで。おどこ行った？消えちゃった。シンジこっち。手の子持ちよ。しつこい。なさいよ。待て。待て。あれ？もういなくなった。うん。あいつを左に追い込んで。え？任せた。ハリー！あっ！助けろ！諦めろよ。逃げ場はねえぞ。人のお尻触って逃げるなんて許せないんだから。バロ、さらにヤバい。参ったか、痴漢男。ランに触ったりするから。なんか言った？いえ、何も。すいません、申しませんから見逃してください。ごめんなさい。すいません。俺てはね、見てたよ、おっさん。あの、すいません、ここも。これは、やけどじゃねえかな。そんなの平気、大したことない。だいたい、手加減してるんだから。あ、警察行くわよ。いいわね。ああ、もうすいません、もう触りませんから。ダメ、絶対許さない。警察だけはなんとか勘弁してください。諦めろよ、相手が悪かったんだよ。ケイチ、来いよ。さあ行きましょう。すいません。了解。ああ、ちょっと歩く。あ、すいません、おまわりさん。宮野さん、しっかり。すぐ病院だからね。15時40分、 CPR 開始。山下さんですよね。あなたはここに残ってもらいます。何ですか、俺何もしてませんよ。詳しく事情聞きたいの。工藤君に。ランさん、どうしたの？この
をしてください。痴漢？ちょっと来い。いやいや、すいませんすいません、つい出来心で。言ってみろ、誰を痴漢したんだ？あの人です。それはまずかったな。高木、ちゃんと仕事しろ。佐藤刑事、事件ですか？宇藤君、ちょっとね、ヘルパーの彼、山下誠さんが買い物に行っている間に人工呼吸器で生命を維持していた宮野勝代さんの呼吸器が突然止まっちゃったのよ。それで勝代さんは心肺停止状態になり、病院に救急搬送。呼吸器が止まった？前にもブレーカーが落ちて同じようなことがあったって言うんだけど。あんた、俺が宮野さん殺したって言いたいのかよ？呼吸器が止まった時、誰も部屋にはいなかった。警報器から病院への連絡がなかったら完全に勝代さんは死んでいたのよ。つまり誰かが仕掛けた殺人の可能性は否定できないのよ。ちょっと見せてもらってもいいですか？ありがとう。すいません、その可愛かったんでつい。タッドはいくら可愛くても。どうぞ。尻に触ったら犯罪です。刑法上なんちゃら罪に問われて最悪の場合運命懲役刑になることだってあるんですからね。それに被害者の女性はショックで電車やバスに乗れなくなることだってあるんですからね。私がそうなったらあなたのせいです。刑事さん、俺のことなんかよりあっちの事件大丈夫ですか？ありがとう。本人も反省しているようですし、ことを荒立てない方が。交番で始末書書くってことで。は？なんでうるい、私は告訴だって辞さない気分ですからね。すいません。はい、高木です。はい。え、沢田治に前科が？被害者の勝代さんは数年前に交通事故に遭って歩けなくなったの。その後脳梗塞になって、唯一の肉親である娘のゆかりさんが一人で介護をして、彼女が仕事で忙しい時はヘルパーの山下さんが面倒見ていたようよ。最近では意識もなく自発呼吸もできなかったようね。それにしても人工呼吸器っていうのはさ、非常時のためにバッテリー備えておくもんでしょう。なんでバッテリーがないのよ？バッテリーが故障して修理中なんですよ。どういうこと？命に関わる問題でしょう。ブレーカーが落ちた原因は分かってるんですか？鑑識の到着待ちよ。俺はこれでもヘルパーなんです。宮野さんの看護をすることで給料をもらってる。雇い主殺して何になるって言うんですか？ここでコソコソしてるのを見つけたんです。ここで中覗いてました。どうせ覗きの前科でもあるんでしょ？そうなのか、沢田？覗きは僕の領域じゃありません。ちょ、何が領域なんだ？それは。それからどっちへ逃げたんですか？こっちです。監視カメラ、あれは壊れてるんですか？ゆかりさんがよく下着を盗まれるんでつけたらしいんですけど、ずいぶん前に壊れたって言ってました。へえ、最近はこんなのがあるんだ。これも可愛い。ねえ、高校生ってどんなのに興味があるの？え、キャッツ、どんなのに興味って。ちょっと何？急にどうしたの、工藤君？いや、そういうことじゃないんです。佐藤刑事はどんなのつけてますか、下着？え？黒が多いんでしょうか？黒はあんまり好きじゃ。あのね。そうですか。蘭ちゃん、工藤君どうにかしてよ。もうそれどころじゃないんで、身長お願いします。はい、こっちです。やっぱりブラジャーよりパンツの方がいいんでしょうか、下着泥棒？そりゃやっぱり。そんなの知らないわよ。下着泥棒に直接聞いてよ。もこれは。Thank you.
りさん。ゆかりさん、大丈夫ですか？お母さんは？さっき救急車で病院に搬送されて。すいません、俺がついていながらこんなことになっちゃって。助かる。きっと。とにかく病院に急ぎましょう。すいません、警視庁捜査一課の佐藤です。宮野ゆかりさんですね。下着はよく盗まれるんですか？工藤君、何言ってるの？以前はよく、最近はあまりありませんでしたけど。工藤君、その辺にして。今から病院に行かれるんだから。あと一つだけ、あの監視カメラはいつ頃から壊れてるんですか？半年前、雨でカメラがショートしたようです。以前の事故もそれと関係が？それが原因でしたが、今回もカメラが原因なんですか？いい加減にしろよ。お母さんが死ぬか生きるかなんだ。そんなことどうだっていいだろ。あ、待ってください。山下さんには少し話聞かせてもらうから。今日の工藤君、変よ。そうですね、僕らしくないかもしれないです。この事件のトリックは分かった。しかし犯人は一体どうして。やっぱり常習犯なんだこの人。そうなのよ、私が思った通りだったのよ。それなのに高木刑事ったら全然私の言うこと信じなくて。全然って、お前もっとちゃんと謝れ。でもこれからは真っ当に生きるつもりなんで。勝手に更生しないで、私許さないんだから。まあまあ、ランちゃん落ち着いて。ちょっと本当に反省してるんですか？さっきから私の言うこと全然聞いてくれないじゃない。そういうわけじゃん。ピンチなんか言ったよ。出してください。ん？盗んだ下着、やっぱり出さないとダメですか？え？下着？やっぱり黒ですか？え？黒がいいですね。え？まあ黒が一番。いつも黒なんですか？まあ好きなんで。こら！勝手に結婚してんじゃないの？うわ、バーロ、大事なことなんだよこれは。下着の裏のどこが大事だっていうの？いや、それは新一は、新一は私が痴漢されても悲しくないの？いや、そういうことじゃなくてさ。だって全然心配してくれないじゃない。だから心配だって。泣くなよそんなことで。優しくない。それは器物損壊。とにかく私は許しませんから。あの、ちょっとだけ沢田さんをお借りしてもいいですか？どうぞどうぞどうぞ。ここにはたくさんの下着が干されていますが、どうしてこれを取ったんですか？黒が好きだから。下着は他にもありますが。やっぱりなんていうか、この色でないとね。へえ。この女性をご存知ですよね。どうなんですか？言わないとあなたを殺人罪で告発しますよ。殺人？殺人？殺人？ちょ、見せて見せて。どういうこと工藤君？どうなんですか沢田さん。知ってます。やっぱり盗んだんですね前にも。
まえたぞ、この野郎。警察呼ぶからな。ごめんなさい、ごめんなさい。つい出来心で。すいませんでした。黒が好きなの。それで黒ばっかりなくなったんだ。すいません。彼女いないの？彼女作って買ってもらいなさい。もう取らないでよ。いいわね。ありがとうございます。ちょっとゆかりさん、それじゃさ、あなただっていろんな人に許してもらってここにいるんでしょね。いいじゃない。ありがとうございます。信じらんない。どうなんですか佐藤刑事。まあそれは人それぞれだから。それぞれ、うん、ありがとうございました。ちょっと待ってよ工藤君、一体どうなってんの。沢田さんは窃盗、下着の常習犯なんですよ。こいつは殺人犯なのか。ある意味では。おいおいおい待ってよ、意味わかんないよ。新一ちゃんと説明して。どっちにしても沢田さんは逮捕されるんでしょ。そうなるな。けど殺人と痴漢じゃ。どう違うんですか。いや、ちゃんと説明して。じゃあ病院に電話して聞いてもらってもいいですか、宮野さんのお母さんの状態を。それとどう関係があるの。真実は一つ、ただ真実だけが正義なのかなって。それが分からないと話せません。分かったわ。警視庁捜査一課の佐藤です。宮野さん、わかりますか。血圧120の80です。宮野さん、レントゲン確認して。はい、血管出たい。はい、頼む。はい、アップ準備して。はい、わかりました。宮野さん、お話があります。気づいていたんですね。ええ。どうしてそれを黙っていたんですか。真実が正義とは限りませんから。以前の呼吸器の事故のことを詳しく聞かせてください。激しい雨の日でした。どうやら雨が当たってショートしたらしく、ブレーカーが落ちてしまったんです。電気がないと呼吸器が止まってしまう。止まってしまえば母は死んでしまいます。その時は電気屋さんや消防署に電話したりしてなんとかなりました。非常用のバッテリーは故障中とか。注文してるんですけどなかなか。もう長く介護されてきたんですね。交通事故で7年になります。大変なご苦労がありましたね。母とは折り合いが良くなくて、母がまだ喋れていた時にこう言われたんです。お荷物なんでしょ私のことって。勝手に誰とでも結婚しなさいよって。こんな私でも結婚の約束をしていてくれた人はいたんです。でも私は彼を選べなかった。電気がショートした、そのことがヒントになったんですね。そうですね。あれがなければこんなことしなかった。あの日ふと恐ろしい考えが頭をよぎりました。あのまま電気が通じなければこの介護の苦しみから逃れられるって。でもあなたはそれをしなかった。
自分では無理です。母を死なせるなんて。そんな時にあの下着泥棒と会った。自分ではできない、しかしあの男の癖を使えばいつかは分からないが、そのスイッチを入れてくれるかもしれないと。すいませんでした。黒が好きなの。それで黒ばっかりなくなってたんだ。すいません。監視カメラの電源からコードを引き、洗濯ばさみの両端に電極を仕込み、その電極と電極の間に黒い下着を挟む。下着に縫い付けられた黒い糸はそのカメラから伸びたコードにくぐらせる。下着を泥棒が盗んだ時に洗濯バサミと電源コードが切り離せるように。あなたは毎日帰ってくると必ずその黒の下着があるかないかを確かめた。あの男が自分好みの黒の下着を盗めば、その下着がなければお母さんの命もまた。だから何も知らずに帰ってきたはずなのに、その下着がないことであなたは全てを理解した。お母さん。お母さんを殺してしまった、そう思ったんですね。新一ちょっと裏を見て。この裏のメッセージご存知でしたか？楽しかったな。絶対元気になるから、また一緒に行こうね、ゆかり。お母さん。お母さんはあなたと一緒に生きることを諦めてはいなかったんだと思います。ごめんなさい、ごめんなさい、許して。お母さんごめんなさい。ヘルパーの山下さんは実
は彼、学生時代に交通事故を起こしたことがあって、その罪の意識からヘルパーになったの。事件には何も関係してないわ。自首します。どうしますか？これって殺人未遂よね。一応逮捕しますか？だけどさ、それって変じゃない？まあ、だってあれが原因で自発呼吸戻ったんでしょう。お母さん、現代学では理解できないことではありますが、こういう奇跡は信じたい。お母さんはきっと回復しますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと、ちょっと聞いてるの？ねね、あんたが痴漢とか下着泥棒とかするから悪いのよ。そんなことするから変なことが起こってややこしくなって悲しくなって困るんだから、絶対もうそんなことしないで。しません、もうしません。ねえ工藤君、いつ黒のパンツと人工呼吸器がつながったわけ？あの下着泥棒、手に火傷していたんですよ。あの、すいません、ここも？これは火傷じゃねえか。相変わらず細かいとこ見てるのね。黒いパンツとか。やはり黒が一番って。ちげえよ。自覚ないよ工藤君、お手柄一緒にすんなよ。ちげって。しんいち、送ってって。はいはい、わかったよ。その後ゆかりさんは殺人未遂で送検されましたが、結局不起訴処分となりました。お母さん、ごめんね。ボケ、俺の名前は服部平次。大阪ではちょっと名の知れた高校生探偵や。割れたガラスが落ちてきた。これは事故じゃない。なにわの名探偵、お手並み拝見だ。犯人はあなたです。ドラマ名探偵コナン工藤新一への挑戦状主題歌、ゆゆが歌う君とずっとの CD を抽選でプレゼントいたします。詳しくは番組ホームページをご覧ください。